佐藤和夫動画チャンネルです。今日は久しぶりに天気がいいですね。今海上寺の山門のところに来ておりますが、まあ今日の朝のニュースでもかなり静岡も含めてあちこちで桜が開花したよって言ってますけども、ちょっと門が桜はまだまだの感がありますね。やっぱり例年より1週間から10日ぐらい遅いような感じがしてますね。本当に一日でも早く咲いてほしいなと思って願ってるんですけど、